次に、新田参考人にお願いをいたします。えっと、証明は。いいのかな。はい、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 それでは、どうぞ。委員長はい、新田参考人、えー。こちらの方の、えー、パワーポイントで、えー、発表させていただきたいと思います。私は、あの、学習院大学と、あと。今はですね、あの、東京大学の方で、えー、岩手県の大槌町で、えあの、仮設団地のまちづくり。 を行っていいいる新田と申しししまますすよろしくお願いいたしますであの私はあの昨年の春に商店街はなぜ滅びるのかというちょっとあの少しネガティブなタイトルの本を出させていただいたんですけれども、えー、その商店街の話というのは、まあ、これまであの商業関係者とか,だったりとか街づくり関係者が論じるテーマでしたが。 えー、私はですねあの雇用の観点というところあるいは若者の、えー、例えば就職問題とかと結びつけてあの議論するというふうなことを、えー、この本の本私の本の中で、えー、させていただきましたで今あの、若者の,その就業問題というのは非常にあの大きなこの10年ぐらい問題になっておりますが、えー、この10年ぐらいでですね非常に強まっているのが何かというとその若者がですね日本型雇用慣行に対して非常に、えー、憧れ 非常に強い憧れを持っていると。で、日本型雇用観光というのはいくつかの特徴がありますけれども、えー、具体的に言うとあの、ちょっと次のページを見たほうがいいかもしれませんが、終、え、身、ー、雇用とですねあと年功賃金あの、これに対して、あの肯定的な若者というのが非常にあのこの10年くらいで増えていまして、終、え、身、ー、雇用に関してはあの約9割に上っていると、肯定的な人がですね。でそれで 年金賃金に関しては、えー、75%までに達している状態ですでこれは明らかにあの社会構造とズレがあるわけですね今終身雇用、年金賃金、えー、提供できる企業というのはそれほど存在するわけではありませんしで実際あの、非正規雇用は今3分の1超えているわけですから、えー、非常に大きなズレがあるわけですけども、まあ、これ、考えてみたらです、ね、あの雇用の流動化に対して、まあ、若者がです、ね、非常にあの プレッシャーに感じてなその中であの過度な競争が行われているというふうなことですね、まあ、これがあの世に言う就活問題というふうなことになるかと思いますでここでですね考えないといけないのは何かっていうと若者が考えている日本の安定というのがそもそもどういうものかっていうふうなことを考えないといけないというふうに思っています若者が考えている日本の安定というのは私は大学で、えーまあ、あの10年ぐらい教鞭とっておりますけれども、えー、ほぼ 終身雇用などで安定を考えているんですねだけどこれはですね戦後の日本を考えてみると実は雇用の安定だけで日本の安定が実現できたわけではないで日本の安定というのは端的に言うと雇用の安定とですね自営業の安定のこの2つを実現できたところにこの戦後日本の大きな特徴が。 あったわけですねでこの辺りはちょっとあの説明するとちょっと長くなってしまいますのでちょっと少し端折らせていただきますけれども、えーまああの例えば学歴は低くても例えば収入が高いとかだったりとかですねこういうようなこのジグザグのことを地位の非一貫性というふうに社会学の分野では言いますけれども全てが高い人、全てが低い人ということではなくてジグザグのーコースというのを日本社会は提供できていたと。 でそれの一番典型的なのが何だったかというと都市の自営業つまり商店街で、えー、就業している人たちというのが、まあ、日本のです、ね、中間層の非常に代表的な存在だったというふうふに思えるわけですねだけど今の若い人たちは安定というと商店街の経営者というのは安定層とうう考えていない大企業の正社員あるいは公務員だけが安定層だとうう考えている。 そこに今の地域社会の非常に大きな問題点があるんじゃないかというふうに私は思っていますで自営業のです、ね、役割というのは大きく私は2つあるというふうに思っています1つは何かというとこれはです、ねえー、日本政府がこの10年ぐらい進めてきた施策としては、えー、自営業、特にあの企業の促進ですね えー、いうことはあのー、これはずっとおこの10年ぐらい非常にあの積極的にやってきたと、でこの企業というのは、まあ、イノベーションを起こしてです、ね、将来的に雇用を生み出す、要するにあの、えー、例えばあのユニクロとかだったりとかいくつかの、えー、一大で大企業まで、えーなしえー、成長した企業ってありますけれども、そういった層に、えー、成長させる、そういった起業化というのを自営業というのがあできるんだと。 それが一つの役割。だけど、もう1つです、ね、忘れてはいけないものが自営業が存在することによって地域ってのが安定するという,ふうな働きもあるんじゃないかというふうに思っているわけですね。で、えー、戦後日本ではあの先ほども少しお話しましたが雇用と並んだ就労先として存在していたということとあと、これはです、ね、今のヨーロッパでも、えー、若者 女性、高齢者の雇用というのは非常に問題になっているわけですけれどもヨーロッパではその時に何をやっているかというと実は自営業の促進ということを非常に積極的にやっているんですねでここが実は日本とヨーロッパの非常に大き,て大きな差異だというふうふに言われていますで地域を支える自営業をいかに支えていくかとで実はですね戦前の日本戦後の日本で成功した部分というのはここの部分なんですね。実は 今、ヨーロッパとかでやっていることをもうすでに日本では戦後日本で成功させてきたと。それが実はですね、戦前の商店街の話とつながっていきます。で、これどういうことかというと、ちょっとこの辺りもですね、あんまり少し、えー、詳しく喋しると長くなってしまいますので、簡単にお話しますと、えー、第1回目の国勢調査というのは1920年に行われて、えーまあ、当時はあの10年に一度国勢調査が行われていたんですが、 えー、通常、ですね、第一次産業つまり農業層がですね、減少すると大体、第二次産業の人たちが増えるというふうに言われているんですがただ、日本ではですね、第3次産業の、まあ、簡単に言っちゃうと農業をやめてですね、えーまあ、例えば東京とか大阪とかだったりとか今の県庁所在地の辺りに来てでそれで、えー、自営の小売業をやると、まあ、簡単に言ってしまうとですね、バラックみたいなもところで、えー、商売をしたりとかですね あるいは屋台を引いてそれで商売をするっていう人たちが急速に増えたわけですね。で、その時に問題になるのが何かっていうと1920年代とか1930年代の例えば国会の議論とか見てるとですね、その中で、まあ、例えば東京でいうと月島のあたりとかがあの当時スラムっていうふうなことが非常に問題化されていたわけですけれどもやっぱりこれ自営業が それも零細の自衛の小売りの人たちが増えすぎてしまうとこのままだとスラムが進行してしまってですね社会が不安定になってしまうとじゃあ、どうしないといけないかとでその時にやっぱり小売業の人たちを安定させないといけないということで戦前の日本が、えー、作り出したものが何かというと商店街という考え方だったんですね。 で、その戦前の日本が、えー、その百貨店の専門性、あと消費者共同組合の共同性、あと公設市場の公共性、この三つを活かしてですね、商店街っていう考え方を明確に、これは政治家も含めて作り出して、それが花開いたのが戦後ということになります。ですので商店街っていうのは、世界的に見ると、ここまで、えー、都市の中に非常に活発に存在するのは日本だけなんですね。 これは日本は誇りに思っていいところですね。だけどこれが今衰退しているというのが非常に大きな問題だということになります。で、このあたりもちょっと話すのが長くなってしまいますので少し簡単にお話しすると,、えっと戦後の日本というのは2つの国家目標があって1つは経済成長でしたけれどももう1つが完全雇用ということでいかに零細自営業を保護するかといったところで商店街の保護というのがあったということです。だけどこれが、えー、だんだん商店街って を保護するっていう施策がですね、だん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 、えー、悪者視されるようになっていくと。 で、それがですね、一つあるのは日本の安定イメージの変化ですね。で、日本の安定イメージの変化っていうのがいつぐらいに起きたかというと、私はですね、オイルショックの頃に起きたと思っております。オイルショックの時に、えー、まあ例えばソニーとかトヨタっていうような世界的な大企業ができて、で、オイルショックでいち早く立ち直ったのは日本なんですね。イギリスとかアメリカはオイルショックのショックからなかなか立ち直ることができなかった。日本だけが先進国の中ではいち早く立ち直った。 でその中で、まあ、例えばライジングサンみたいなことがですね、例えばあのアメリカとかでは,かは言われるようになるわけですねでその中で日本はそれじゃあなぜイギリスとかアメリカに比べてこれだけオイルショックの痛手から早く立ち直ったのかというとこれは、えー、男性の正社員が企業に対して非常に高い忠誠心のもとで働いているからであると。 ということでですね、ここから日本と安定イメージというのが非常に大きく変わっていくんですね。都市の自営業と雇用の安定ではなく、雇用の安定が日本の安定であるというイメージがオイルショック以降非常に強くなっていくということですね。で、 ええー、まあ、その頃と同時に、あの、売業の、あの、規制のですね、あの、法律っていうのが大規模、小売店舗法、大店法っていうふうに言われますけど、この大店法っていうのが1973年のオイルショックの年にできますが、まあ、当時の新聞見てみると、1970年代から1980年代、大規模小売店舗法について、肯定的に論じている新聞はほとんどないですね。要するに、あの、サラリーマンの、 えー、敵であると小売業っていうのは商店街っていうのは非常にけしからんと圧力団体だというふうなですね議論が非常に巻き起こっていってそれで悪しき既得権益層だっていうふうなイメージがどんどん強くなっていくとでそれが今に至って商店街の衰退につながっているというのがまあ今の日本だということになりますで まあ今簡単に商店街のです、ね、来歴をお話しさせていただきましたが商店街の衰退の要因というのをちょっと簡単にお話しさせていただきたいと思いますが、えー、商店街の衰退というのはそれじゃあ内部に問題がなかったのかというと内部にも問題ありましたで、えー、商店街というのは1、ね、つはやっぱり跡継ぎというのをです、ね、その内部の中に取り込んでいる仕組みじゃなかったんですね。まあ、要すするに、あのー、例えば私も栄のです、ね、息子なんですが えー、酒屋の後継ぎって言ったらもう息子以外に考えられないんですね。だけどこれは例えば江戸時代の正家とかだったら考えられません。例えば息子がいなかったら奉公人とかを連れてきてですね、後継ぎを 連れてくるわけですね。で、これは歌舞伎とかだったりしても同じなわけです。子供がいなかったらどこからか連れてくるわけです。だけど今の商店街っていうのは、実の息子、実の娘じゃないと告げないような、そういったスケームになっていると。それが非常に大きな問題だということですね。で、それでもう一つが、あの、やっぱり小売業のですね、免許っていうのが非常に、えー、まあこれも、その、 家族の中だけのものとして免許というのは活用されてしまったとそれが非常に悪い方向で働いていたしあのったのがですねコンビニというものですねでコンビニは非常にあの使いようによってはですね非常にあのすごく優れた働きを持ってますけれどもただ、日本のコンビニというのはですね私も今酒屋、私の実家は酒屋をやって今、コンビニなんですが実はこのパターンが一番多いんですね酒の免許を持ってコンビニエンスストアタバコの免許を持ってコンビニ エンスストアとなぜそういうパターンになったかというと酒は夜、販売できなかったんですずっとだけどコンビニエンスストアで24時間やると近隣の酒屋に勝てるわけですよね。 ですので、その免許を生かしてコンビニやらないかという風なです、ね、ところでどん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 んコンビニが増えていったということですであと、もう一つがあの小売店の人たちがです、ね、テナントオーナー化していったと要するにです、ね、あの座急ビルを作っていってそのでテナント収入であの収入を得ようとしていったという風なことが大きな問題としてあります。 歌舞伎町というのは今、治安とかの問題で非常に大きな課題を抱えている町になっていますけれども実は1960年代ぐらいまでは歌舞伎町は商店街でしたで実はですねこの歌舞伎町というのが雑居ビル化していったのが1970年代から1980年代ぐらいですで歌舞伎町に関して言うとテナント化していっても、まあ、ここはですねテナントをーナ化していって商店街から繁華街になっていったわけですけれども同じようなことをですね地方の都市でやってしまったんですね。 歌舞伎町みたいな街になることができるわけありません。ということで商売,のお商売に身が入らなくなったテナント収入でやろうとした小売商の人たちが、えー、その後全然あとテナントが入らずにそれでシャッター商店街化しているというのが今の日本の非常に、あのー、典型的な光景ということになります。 であともう一つはですね、財政投融資を活用した産業政策のこれ失敗というのが明確にあります。であの財政投融資のです、ねえー、があの1980年代に非常に膨れ上がって、で特にですねあの、これは日米構造協議の中で えー、バイパスあるいは高速道路というのを非常に積極的に作ってですねそれでインターチェンジあるいはバイパス通りの周りに工業団地というのを実はあのー、作るんですねだけど工業団地というのがバブルの崩壊以降全然工場が立地せずにそこにショッピングモールができてしまったとで今言ったような理由によってですね商店街がその内部からも外部からも、えー、崩壊というふうなことで力が働いていたったというのが日本と。 いうことになります。じゃあ、それでこれからの日本どうしていけばいいのかということなんですけれども、私はですね、この時にあの考えるべきはですね、福祉国家に対する考え方っていうのをちょっと改めてもう一度考え直した方がいいかもしれないなというふうに思ってるんですね。で、私たちが今、日本の中で福祉国家非常に問題になっています。要するにあの給付のですね、額が非常にあの膨れ上がっていて、まあ、今、 あの社会保障費100兆の規模になっているというふうなことで、えー、いかにこの給付と負担のバランスを取っていくかというふうなことで、まあ、消費税の問題などなどあの先生方に今、議論されているところだと思いますけれども実はです、ね、福祉国家というのは社会保障などの給付だけで福祉国家というのを考えるのはやっぱり無理があるというふうに私は思うんですね。でこれは やっぱりお金だけの問題ではなくていかにルールを作っていく中で人々の生存権というのを確保していくかちゃんと担保させていくかということが非常に重要だというふうふに思っていますなぜそういうことを私が言っているかというともともと福祉国家の源流というのは、えー、ここに書いてありますイギリスの工場法から来ているんですね、えー、日本でいうと労働基準法ですで、この労働基準法というところはこれ給付と関係ないわけですよねお金というのは出ないわけです。 でこの規制によって人々の生活を支えるという,ふうなことっていうのが非常に重要なんだけど今はですね、例えば新聞、メディアとかでもですね、その消費税、あるいはいかに年金とかそういったお金の話ばっかりなんですね。 で、ここのルールを作っていって、いかに生活を支えていくかっていうふうな議論が非常に少ないっていうところに、非常に私は不満を抱えていると。規制というと何かですね、悪いことであるかのように論じられるっていうのは、非常に、あの、これは問題だなというふうに思っています。で、その時に私は考えないといけないといけないのは、福祉国家っていうのをですね、給付っていう部分と規制のこの二つから考えていくということが重要であると。で、その時にですね、えー、っと、私はちょっとマトリックスを書かせていただきましたが、 えー、規制といってもですね、個人に対する規制と地域に対する規制というのがある。で、あと給付に関しても、個人に対する給付と地域に対する給付があるというふうに思っています。個人に対する給付は公的扶助、いわゆる生活保護ですよね。生活保護、社会保険、社会手当が個人に対する給付ということになります。地域に対する給付に関して言うと、まあ、これもよく悪者視されますけれども、公共事業、地方交付税ですね。これが給付ということになります。一方で、個人に対する規制としては、 労働基準法とととか派遣の規制ということになりますで地域に対する規制としてはゾーニング距離制限ということになりますけれどもここのです、ね、マトリックスの中でいうとこの20年、30年ぐらいで考えるとです、ね、2番と3番が弱くなっているんですねで2番は今、相当議論になってきてあの例えば、派遣に関しても派遣のです、ね、規制を強めた方がいいんじゃないかという,ふうなことで2番に関してはだいぶ見直しが進んでいるんですが。 3番に関するです、ね、再評価というのがまだ行われていない状態なんですね。でこれをどうするかというふうなことがやっぱりあのこれは国会の中とかでも議論しないといけないところではないかというふうに私は思っています。えー、ということで、えー、今、地域の中で何が問題になっているかというとです、ね、ここの、えー、っと3つ目のところをここ見ていただきたいんですが今、地域の中で何が問題になっているか実はです、ね、これはあの被災地、私言ってますけれども やっぱりですね、引きこもりの問題とかっていうのが非常に問題になっているわけですけども、その時にお金の問題というのももちろんあります仕事の問題ももちろんあるんですけれども、他人に対する信頼感ここの部分がうまく醸成できていないあともう1つ、共同意識が希薄化している。 まあ先ほど先生からもちょっとご発言ありました、足立区の話ありましたけれども、共同意識をいかに作っていくかっていうのは、これもどの地域でも非常に大きな問題になってるんですね。で、これはやっぱり給付では、やっぱり解決できない問題なんです。で、それでですね、今エリアマネジメントっていうのが非常に流行していてですね、エリアマネジメントっていうのは、これ簡単に言うと、 あのここちょっと見ていただきたいんですが地域に関係するアクターが協力してそれでみんなで議論して様々なことを自己決定していこうという,ふうなことでエリアマネジメントというのが進んでいて、まあ、例えば丸の内の再開発というのも、まあ、例えばこういったエリアマネジメントの活用という,ふうなことが行われていますしこれはあの例えば被災地のところでもエリアマネジメントというのは使われていますこれはです、ね、言い方を変えるとガバメントからガバナンスの変化という,ふうなことが言えると思います。 であの図にするとこういった形ですね。今までは例えば中央政府とか地方自治体というのは決定権を持っていたりとかあるいは規制に関しても、まあ、ここがさまざまな形で、えー、さあの差配していたとだけどそうじゃなくて、えー、関係するアクターが協議してでその中で課題解決していくと。 まあこれは今、まちづくりあるいは協議会などでまあ大体どこでも取られている手法なんですけれども私はですねこのやり方っていうのはあのとても素晴らしいと思いますしあのこのエリアマネジメントっていうのは積極的に進めていきたいとも思っているんですがただ、ですね私は大槌町などで活動していて非常にあの大きな実はあの課題にぶつかっているのが何かというと関係者の方たち集まってくださいと商業関係者集まってくださいと。 漁業関係者集まってきてくださいって言った時のそもそも職業団体自体が力を失ってるんですね商店街の方集まってくださいっていや俺もちょっと商売うまくいってないから来れないよとで来れる人は実はもう商売で生計立ててなかったりとかするんですよねテナント収入,と収,入収入で生計立ててたりとかするんですよ でその地域の職業集団というのが非常に力を失っているのに協議すればいいと関係する人たちで協議すればいいと言ってもです、ね、それぞれの関係する集団が非常に力を失っているという中でそれだけだとちょっと問題があるなとで東京ははこれはいいんですよ東京だと企業とかが力を持っていますからエリアマネジメントというのは非常に活用できるんですけども特に東北とかでは非常に限界があります。 ですので、例えば東北みたいなところでは、今の特に被災地とかでは、まず商店街、まず漁協、こういったですね、職業集団をいかにですね、再生させるかっていうことをやっていかないと、ガバナンス、あるいは協議の場っていうだけでですね、決定していってもですね、10年、20年後の将来の姿っていうのはなかなか見えないということになる可能性があるなと。 いうふうに思っているんですね。で、私が職業集団のことについて非常に強く言うのは、これはですね、職業集団っていうのは外部からの支援がなくても自律的な活動が可能なんですね。ある程度地域の中で富っていうのを、えー、蓄えて、で、その中で活動していくと。で、東日本大震災の中でも一番最初にですね、えー、例えば安否確認をやったのは、実は商工会とか商工会議所とかなんですよ。で、 やっぱり職業集団というのは非常に強いなとていうふうに私は思いました。ですので特に地方ではガバナンスの前にですね、いかにして強い、えー、地域集団を作るか、強い職業集団を作るかっていうことに力を注いだ方がいいんじゃないかなというふうに思っています。で、これはですね、まあここもちょっと簡単にお話しすると、今労働組合の組織率も下がってますし、農協漁港にしても組織率が下がっています。で、こういった中で、じゃあ地域の中で、 組織ってあるのかと、つながりってあるのかというふうなことになっていくと思うんですね。で、全国商工会議所の会員数に関しても非常に激減しているというふうな状態です。 じゃあ、地域を守る規制というのはどういうふうにしていけばいいのかということですけれども、えー、地域に対する規制といったときにですね、全くないわけではありません、ゾーニングとかだったりとか、高さ規制とかだったりとか、環境アセスメントみたいなことがあるんですが、これがですね、地域の職業集団の育成につながっていないというところが非常に大きな問題だなというふうに私は思っています。 でその中で、それじゃあどういう,ふうな形の規制があり得るのかということですけれどもちょっとここのページもちょっと時間がないので飛ばさせていただくとですね、まあ、ちょっとこれはあの、えー、私が今、考えているその規制の,その実施スキームという,ふうなことなんですが、まあ、これはあの実はそれほど街づくりの行っているスキームとそれほど変わらないものなんですけれどもこれはですね、まあ、例えば商店街が存在する,すると。 で今までの旧来のです、ね、例えば規制だったらこの商店街に対して、えーまあ、どんな商店街でもです、ね、一律に規制をかけていたわけですけれども私はそれじゃあダメだというふうに思っているんですねで今の例えばあの街づくりとかでも非常に重要になっているのがその地域集団に自ら目標値を設定させる であるいはルール作りも含めてですね、地域に任せていくという,ふうなことが非常に重要になってきているんですですので、この商店街に対する規制もですね、設定したテーマと目標値を超えた場合に商店街を保護する施策規制を実施するというふうに私は知っていった方がいいんじゃないかな。一律で網をかけて規制をかけるのではなくてある程度、私たちの商店街というのはどのような目標を達成したいのかと。 だけれども、まあ、あの全部フリーハンドでですね、商店街にそれじゃあ目標値と設定というのを任せるわけにいかないのである程度、行政が、えー、モニタリングの指標とアセスメントのですね、指標というのをある程度決めていく必要があるだろうとでそれは例えば何かというと例えば住民組織とか NPO とか行政との共同の場を設けているかとでこういうのは必須項目にするとあと商店街事業,業そのものが成立しているかと。 だけど選択項目としては例えば次世代育成をです、ね、盛り込めているかどうかであるいはえ医療福祉サービスとの連携が行われているかと、まあ、こういうようないくつかの選択項目を含めてある程度の項目を満たした場合その商店街に対して育成をするというような形のです、ね、下から、えー、こう,うまくです、ねえー、行政とマッチングさせていくと。 でその中で、えー、いかにしてです、ね、規制を実施することができるかという,ふうなことですね、まあ、国と地方自治体のここのプライオリティをモニタリングのところの項目として挙げていくとそれでフィードバックしていって、まあ、例えば2年とか3年を、えー 機関として、それで定期的に見直しをしていてですね、規制といっても、その規制を一律で距離制限で、あるいは免許制で、ずっと一生の間に続く免許制とか、一生の間続く距離制限とか、そういったものではなく、行政がちゃんとモニタリングすることができる。かつ、地域住民との協議の場の中でそれもモニタリングすることができるような協議、あの、規制というのが作ることができないだろうかと。で、今私がですね、あの、ええー、 はあすみませんちょっと時間とあすみませんまとめていただけませんかすみません、はい、それで発言させていただいたスキームっていうのはこれはイギリスのですね、えー、コミュニティ戦略のところからあの使わせてもらったものでございますでちょっとそのあたりはちょっともう時間もありませんのでまあ、これにて終わらせていただきたいと思いますありがとうございましたはいどうもありがとうございました。